ジゼル大一幕でのナタリア・ベスメルトノワ。ナタリア・ベスメルトノワは、ロシアのバレエダンサー・バレエ指導者である。ボリショイバレエ団のプリマバレリーナとして30年に、わたって、トップスターの地位にあり、旧ソビエト連邦時代にはソ連邦、最高会議大議員も務めた。引いた技術と音楽性、豊かな表現力を兼ね備え、クラシックバレエの諸作品のみならず、夫である振付屋、 ユーリー・グリゴロービチの作品に多く出演して、重要な役柄を務めたほか、ジゼル、ショッピニアーナなどの叙情的な役柄にも優れた表現と解釈を示した。1941年、ユダヤ人の父とロシア人の母の間に、モスクワで生まれた。医師であった父イーゴリ・ベスメルトノフは、彼女が幼い頃に亡くなったため母アントニーナの手で育てられたが、 家計は裕福で暮らしに不自由はなかった。親族には舞台芸術に縁のある者は一人もいなかったが、バレエに向いていると勧められて1953年にボリショイバレエ学校に入学した。ラプチンスカやコジュフォアに指示した後、名教師として知られたソフィア・ゴロフキナの指導を3年に渡って受けた。ボリショイバレエ学校には1961年まで在籍し、 学校史上最高の逸材との高い評価を受けている。卒業のための国家試験は、メイプリマバレリーナとして知られた、ガリーナ・ウラノワを審査委員長として実施された。ベスメルトノワはこの時、同年にボリジョイバレー学校に入学し、幼い頃には、ピオネール宮殿の舞踊サークルでも一緒だったミハイル、ラブルフスキーと共に試験に挑んだ。二人はこの時、 フランツリストの音楽を使った作品を披露したが、試験の選考委員たちは、採点を忘れてこの踊りに見入ってしまい、最後には熱烈な拍手を送っていた。卒業と同時にボリッショイ・バレー団に入団し、ショピニアーナのワルツで舞台デビューした。この舞台は、好評を博し、同年の11月には、人生の変歴者という作品の準主役を踊っている。 1962年のロンドン公演でもスター候補として注目され、1963年にボリショイ劇場でジゼルのタイトルロールを踊ることに決まった。当時のベスメルトノワについて、バレエ団の内部からは才能に恵まれたバレリーナであるが、技術的に不安定なのが惜しいという意見があり、彼女自身も不安を覚えていたという。幸いにして主役デビューのジゼルは、 ベスメルトノワが真の叙情的バレリーナであることをバレエ団内部のみならず観客にも証明することになり成功裏に終わった。ベスメルトノワは自分の進む道を見つけ自己の力を信じることができるようになった。最初に主演した新作バレエはカシアン・ゴレイゾフスキー振付のレイリとメジュヌーンだった。このバレエは1947年初演のものの開作で ベスメルトノワは、ウラジーミル・ワシーリエフを、相手役として、イスラム伝説上の美女、レイリ役を、ライサストルチコワと交互に踊り、賞賛を得た。1965年には、ミハイル・ラブロフスキーと組んで、バルナ国際バレーコンクールに出場して、共に、金メダルを獲得している。ベスメルトノワはエンジニアだった、最初の夫と1965年に離婚し、 1968年に、振付屋、ユーリー・グリゴロービチと再婚した。グリゴロービチは、愛の伝説のシリン、スパルタクスの、フリーギア、イワン・ライテイのアナスタシア、ロミオとジュリエットのジュリエットや、黄金時代のリタなど重要な役を彼女に与え、演技者としての資質を発揮させた。とりわけ、ロミオ役のラブロフスキーと組んで演じたジュリエットは、 ガリーナ・ウラノは以来最高のものと賞賛を受けた。ベスメルトノワ自身も一番気に入っている役として、ジゼル、シリン、アナスタシアと並んでジュリエットを挙げていた。ベスメルトノワは技術や表現力でも高い評価を受けていたが、その音楽性において特に優れていた。ボリショイ劇場の指揮者を務め、グリゴロービチ振付のスパルタカス、イワン・ライテーアンガラ、 ロミオとジュリエットなどの初演を指揮したアリミス・ジュライティスは、彼女について、音感の良い人が踊るときは、指揮をしても楽です、と表し、ボリショイバレエ団の外国公演では、当地の新聞が、踊りの完璧な楽器と称える表を掲載した。豊かな音楽性と役柄に対する深い洞察力に、加え、即興で踊っているとも見えかねない。 自由か達さやしなやかな手足などを生かして多彩なレパートリーを踊りこなし、その範囲の広さは、帝政ロシアからソビート連邦を通じても屈指のものと評価された。バルナ国際バレエコンクールでの金メダル獲得のほか、1970年にはパリでアンナ・パブロワ賞を受け、1972年にはレーニン・コムソモール賞を受賞した。 1976年にはソ連人民芸術家の称号を受け、ソ連邦最高会議大議員も務めた。現役時代には3000回以上の舞台を務め上げ、1989年に現役を退いた。1995年、その後はモスクワ国際バレーコンクールや日本の全国バレーコンクール院、名古屋などで審査員を務め、更新の指導にも当たるなどして、 バレエ界での活動を続けた。後にボリショイバレエ団と和解して、2001年から2003年までバレエ団の指導に当たっていた。彼女は腎臓病を長く患っていたが、がんのために2008年2月19日にモスクワで死去したことが報じられた。死去の法に際して、ボリショイ劇場では、ボリショイ劇場と我々のすべての芸術に対する、 大きな損失と追悼の字を発表している。ABCDEFGHIJ オックスフォードバレエダンス辞典481ページ。ABCDEFGH コクラ334ページ。ABCDEFGHIJKLM バレエピープル100154から155ページ。ABCDE ナタリアベスメルトノワ インターネットムービーデータベース2012年9月28日、閲覧。ABCDEFGH のザキ、246から247ページ。ABCDEFG ナタリアベススメトネは、ボリショイバレリーナオブエクセプショナルビューティーアンドテクニック。サタデー23フェブラリー2008インデペンデントによる、不法、2012年9月28日閲覧。ノー・ザキ。 249の250ページ。三百392の393ページ。グリゴロービッチも再婚で、前妻は、バフチサライの泉のザレマや、レオニード・ヤコブ・ソンバン、スパルタクスのエギナ役などの初演者として知られる、バレエダンサー、アーラ・シェレストだった。オックスフォード・バレエダンス辞典205ページ。キーロフ・バレエ団で1961年に、初演したものの再演である。 ABC 野崎250から251ページ。AB ボリショイバレーへの招待、百146ページ。ABCDEF ソビエトプリマバレリーナダイズアット66ラストアップデートチューズデー19フェブラリー2008 23時1分 GMT BBC ニュースによる不法2012年9月28日閲覧。AB 全国 バレエコンクールイン名古屋2012年9月24日閲覧ありがとうございます。